今日は5月の7日、ランチはかっぱ寿司に来てます。期間限定旬のネタ、あら、ボタン入れ終わっちゃった。あ、これいいな。やげん軟骨と揚げたてエビの唐揚げオリジナルのマヨ。ちなみにこんなビールのおつまみ系充実してる感じだね。ズワイガニと大トロ、かっぱ寿司の肉うどん。味はどうでしょう。この肉うどんうまいわ。かっぱ寿司さんだいぶ味が良くなってましたね。はい、今から公園に遊びに行くので、おやつをお菓子市場で買っていきます。懐かしいな、この辺。この辺お父さんが子供の時からあるの。懐かしいな、この辺のガム。お値段はだいぶ上がってるね。懐かしくてこんだけ買うことにしました。名古屋の菓子巻き用の詰め合わせ。はい、食事の後は戸田川緑地公園に家族で遊びに来ました。だいぶ綺麗に花咲いてきたね。これこっちから入るの初めてだな。うん、本当？ LX100 でこの景色のタイムラプスを撮影中。ジーユンのライダー M についてきた自撮り棒をちょっと持ってきたので、これでちょっと遊んでみたいと思います。はい、こんな感じでジーユンの自撮り棒の先にライダー M と、GoPro もどきつけてみました。どう？動きいいでしょ。これね、なんか警棒っぽくてね、ちょっとかっこいい。初めて使ったんですけど面白いね。ちょっとでも、うん、重みを感じるかな。イエーイ。超低空撮影、ちゃんとやっぱり動くね。問題は画質かな。30年ぶりかのフェリックスガム、めっちゃうまい。